かどうか分かりませんが、林道武雄線でいいんでしょうかね。これ武雄神社があります。武府か武なんて読んだよね。なんと読むのが正式なんでしょうか。とりあえず武雄神社と読んどきますが、さっきのところがね、これぐらい近くやね。
うわ。金があるよ。神仏混合か。まあずっと。長く。神仏集合だったんだもんな。しかし、山の神社は静かでいいね。本当に。多久ですか。多久神社でしたか。さて本殿は、朱塗りですか。
ごいね、彫り物がね。いつのものですかね。経済者は稲荷神社ですか。狐さんいませんね。となると、そこか。山頂っていうから、もっと。太郎ちゃんとは誰なんでしょうか。よいしょ。よいしょ。推定樹齢約800年。高さ35メートル、周囲約5メートル。同年代の巨杉の原木であったため、横枝がなく、反対側に大きく突出した枝張りは近隣にもなく、自然に育成した典型的な杉として祀られています。そうか、こっちへね。こっち側は取られて嫁入りしたんだ。そうですか。ここぞ山頂ですか。いやー、来られてよかったな。しかし西、しかしこんな山の上の上にこういう建物を建てるって、息さんやら大変だね。相当な木材を、まあ杉材はここら辺のやつを使えばね。でも彫り物なんかはここでやるのかね。いやー、よかったっす。
いやー、なんか久しぶりに晴れた神社へ来たな。ほんともう笑えちゃうよ、もありがとうございました。向こうの鳥居は武入神社でした。